歌川国吉、浅草奥山製人形の手長足長製人形は日本の見せ物の一つ、勝人形とも表記される。江戸時代の見立て在庫の一つ、製人形在庫として生まれ、1850年代後半から1880年代にかけては物語の登場人物を白新的に表現した等身大の人形として見せ物工業に使われて人気を博した。 江戸時代の後期から明治時代にかけて制作された細工物であり、実際に生きている人間のように見えるほどの精巧な細工を施した人形であることからこう呼ばれていた。主に、説は、歴史中の人物、神仏、遊女、または、足長手長や、仙旨といった異国人物などを題材に製造され、日本各地の都市部などで興業された。 松本喜三郎が大阪で安政元年から江戸の浅草で安政二年から工業をして評判を取り、その後、見せ物として工業が行われていった。工業の様子は歌川国吉や歌川薫縁などの手により、西木絵にも描かれている。人形の素材には霧などが使われ、その上に五分や顔料で肌が彩色されている。 全身の毛や歯も一本一本埋め込まれていた。また、衣服などによって隠れてしまう部位も成功に細工が施されていたという。生人形以前の人形の見せ物工業には、張り抜き細工で製造されていた人形もあり、大江中兵や大石志願流斎による、加英後6年頃の作品は、そちらの製法で作られている。以上の二人は、明治時代に生人形の名人とされた。 東京国立博物館などに作品が所蔵されているが、現存している作品数は非常に少ない。生、人形や、それに類する人形を制作した職人には以下の人物などが見られる。ありがとうございます。